川気船が運航していた貨物船で、太平洋戦争では特設巡洋艦として運用されたが、比較的早い時期に潜没した。1919年7月、川崎造船所で建造中のストックボートや、委託された造船所所有船などを、船体の主力都市、沿用航路経営のために、川崎造船所や鈴木商店などが出資した。 国際基船が創立された。2年後の1921年には、同じような目的で設立された川崎基船や、川崎造船所船舶部と航路の共同運営を開始。K ラインの始まりとなる。しかし、不況により、収入が上がらず、原資を行ったものの改善しなかったため、1927年の昭和金入恐慌をきっかけに、 銀行の管理下に入ることとなって、K ラインから離脱した。その後、さらなる減資や、利息の支払い猶予などの救済策、低性能線の整理などを行った結果、経営状況は改善。また、政府による、船舶改善助成施設などを活用した、大幅な船室改善を行い、国際機船の船体は優秀船を主体とする、船体に変貌した。 金剛丸は、張松造船所で建造され、1935年3月4日に、竣工する。貨物船ではあるが、定員12名の一等客室を6室備えていた。金剛丸建造の際、国際汽船は、第一次船舶改善助成施設を活用し、その見合い会体船として、貨物船、広島東丸を充当した。竣工後は、 日本優先の委託船となって、ニューヨーク航路に就航する。9日と10時間の太平洋横断最速記録を所持していたこともある。約6年間の商業公開の後、1941年8月6日付で、日本海軍に徴用され、クレチンジュ布石となる。続いて9月5日付で、 特設巡洋艦として入籍し、入籍2日前の9月3日から10月15日までの間、生まれ故郷の張り造船所で特設巡洋艦としての偽装工事が行われた。特設巡洋艦となった金剛丸は第4艦隊付属となり、同じ特設巡洋艦の金達丸と共に、舞鶴第1特別陸船隊を乗せてトラック諸島に進出。 ついで12月4日から5日にかけては、ウォッジェ干渉への輸送任務を行い、クエゼリン干渉で12月8日の開戦を迎える。第4艦隊は、ウェイク島攻略を命じられており、第6水雷戦隊と、第18戦隊を中心に攻略部隊を編成。地と世界軍航空隊の陸上攻撃機による爆撃に呼応して8日午後にルウォットを出撃し、ウェイク島に向かう。 12月10日夜、攻略部隊は、ウェイク島沖に到着し、金剛丸と金辰丸は、大発胴艇を下ろして、陸戦隊の上陸に取りかかるが、折からの荒波によって、金剛丸からの大発のうち一隻が転覆し、金辰丸でも一隻が、原則に叩きつけられて、使用不能となった。上陸は一旦延期され、3時25分から、軽巡洋艦 夕張りイカ所艦艇によって艦砲射撃が開始され、金剛丸も約20分間参加する。しかし、ウェイク島の砲台から猛烈な反撃を受けた上に、健在の F4 回ワイルドキャットが攻略部隊に対して繰り返し重爆撃を行ってきた。4時過ぎに疾風の爆沈を目の当たりにした攻略部隊は直ちに南西方向への飛隊を開始する。 金剛丸と金達丸も揚陸作業を打ち切って、飛体を開始したが、明け方5時44分頃に F4 回の重爆撃を受け、機重装車により搭載していたガソリミリのドラム缶が炎上する。戦争を密閉して酸素を立ち消化したものの、戦死者3名、重傷者5名、軽傷者17名を出した。戦隊への被害も少なくなく、資金弾による、 浸水量が800トンから1000トンもあった。攻略作戦自体もついに中止に決し、攻略部隊各艦は、クエゼリンに退却することとなって、12月13日に、ルオットに帰島した。体制を立て直した、攻略部隊は、第2航空戦隊などの支援を取り付け、第二次攻略戦を行うこととなった。この際、金剛丸と、金辰丸からの大発揚陸は、 ハローとの関係上不適であると判定されたため、混合丸は第二次攻略戦では上陸作戦には使われず、設営隊を乗せて部隊に加わった。第二次攻略戦も猛烈な反撃に見舞われたが、ついに攻略に成功した。混合丸は設営隊を輸送した後12月25日にルオットに帰投し、翌12月26日に出港して12月29日に、 トラックに到着した。1942年に入り、今後丸はラバウル攻略に起用される。R 攻略部隊本隊に編入され、第5根拠地対降格砲隊を乗せて1月14日にグワムアプラ港を出撃。攻略作戦は1月23日に行われ、大きな抵抗もなく、占領に成功し、以後日本軍の一大根拠地として君臨することとなる。 攻略作戦後、金マ丸はトラック、大宮島及びサイパン島と寄港して2月21日にラバウルに再び入港する。この頃、ラバウルの安全確保とオーストラリアへの圧力のため、ニューギニア島の来を及びサラモアを占領する計画が立てられた。金マ丸は 第8根拠地帯陸戦隊からの一個大隊と第4設営班の一部を乗せ3月5日にラバウルを出撃する3日後の3月8日未明 SR 攻略部隊は二手に分かれて堀井富三太郎陸軍少将を率いる南海失態はサラモアに陸戦隊はライにそれぞれ上陸して共に占領に成功したしかしライには港湾施設がなく 金剛丸は特設布設艦、天洋丸や特設運送船、航海丸と共に沖合で2役作業を行ったが運搬に使用するダイハツの多くが悪天候で使えなかったので作業のスピードは速くなかった。真珠湾攻撃以後アメリカ海軍は防戦一方だったが真珠湾での災難から逃れた航空母艦を使って進出規没に 日本軍拠点への奇襲を繰り返していた。このうち、ニューギニア方面への日本軍の進撃を妨害するため、二つの任務部隊をニューギニア方面に派遣した。空母、歴ントン機関のアメリカ第11任務部隊と、ヨークタウンを機関とする第17任務部隊がそれで、当初はラバウルを南方から攻撃する計画になっていた。しかし、 日本軍のライト・サラモアへの上陸を聞いて、攻撃計画は、ライト・サラモアへの奇襲に変更された。3月10日、歴ントン攻撃隊は、サラモアを、ヨークタウン攻撃隊は、ライをそれぞれ目指し、応援スタンレー山脈を越えて進撃する。二つの攻撃隊は朝方にライト・サラモアに到達し、SR 攻略部隊の諸艦船は完全な奇襲を受けた。サラモアで、 陸軍輸送船、横浜丸が4発の命中弾により沈没し、不設艦、津軽と輸送船、チャイナ丸も損傷する。雷では、特設水蒸気母艦、聖川丸が資金弾で損傷し、天陽丸も被弾して海岸に座礁した。金剛丸は2発の爆弾を、機械室と、後部戦争に受けて炎上。浸水はなはだしく、16時30分に、 ライ東方ー約3キロの地点にて沈没した。ライとサラモアの在白艦船のほか沖合で紹介中の第6水雷戦隊の夕バリ以下の艦艇も被害を受けた。アメリカ海軍によるこの奇襲は成功し、ある程度の成果を収めたと判定された。今後丸は4月1日付で除籍及び海洋された。この時、国際汽船では、 第一次船舶改善助成施設で、金剛丸の他に、カノ丸と、清澄丸を建造しているが、船舶改善助成施設実績調査表では、金剛丸が、川崎造船所で、清澄丸が、張間造船所で、建造、となっている。造船所建造番号は、金剛丸が、張間造船所205番線、清澄丸が、川崎造船所。 第583番線であるが、船舶改善助成施設実績調査表では、今後丸と清澄丸が入れ替わっている。ただし、日本汽船名簿、今後丸と日本汽船名簿、清澄丸での記述や、船舶改善助成施設実績調査表の作成時期から察すると、船舶改善助成施設実績調査表の単純な誤りの他に、 国際規制が何らかの理由で両線の名前を浸水前に入れ替えた可能性がある。ありがとうございます。